しばらく会えなくなりそうです。もう少ししたら大事な試験が始まるの。だから気になっていることを先に言っときます。胸に手を当ててよく私の言葉をかみしめて聞いてください。私はあなたが好きです。誰よりも一番あなたが好きです。だからもう少しでいいから私のこと大切にしてほしいの。私はいるの。こうして向かい合い見つめる時、私の他には見ないでほしい。今このひとときが大切
して書けなかったの。あれから二人毎日会わないの。次の日を誘ってくださいね。そっとキスして封をして
昨夜どうしても言い出せなかったの。だって泣くようなことばかり言うんですもの。ひどい人ね。本当に大切なことだったのに。もうしばらくは言えなくなりそう。あなたは一体何を考えてるの？教えてほしい。私あなたのこともっと知りたいのに、時間が経つにつれてだんだんわからなくなってしまう。お願いだから本当のこと教えて。
に一人嫌われるわ。男の人と女の人はどうして愛したらいいの？